吉政寺は、京都府京都市左京区にある日蓮宗の寺院。三号は明恵山。九本山は大本山本国寺立し法園。吉政寺は、豊臣秀吉の実施備修が、我が子である、豊臣秀寺をはじめ、豊臣秀勝、豊臣秀康また豊臣秀吉一門の母提を弔う、ため、佐賀野に世を結んだことに始まる。秀寺は、秀吉の養子になり、 関白にもなったが、秀吉に、実施、秀頼が生まれると疎まれるようになり、文禄4年には、高野さんに追放、切腹を命じられる。秀次の最小や子らも、三条河原らので、ことごとく斬殺された。同年4月には三男秀康が、事故死しており、遡ること3年前の元禄元年9月には、次男、豊臣秀勝が出陣中の朝鮮東東で、 千病死している。わずか四年の間に、すべての子を失い、居城にしていた、樹落代を追われた友は、佐賀野に小さな世を結んだ。これが、吉政寺の前身となる。人の世の儚さを憂いだ友は、本国寺の十六世妃佐田商人のもとで得度。時の御用税天皇より自業と、寺良宣告を賜って、随流寺を建立。 自ら初代住職となった。慶長五年、友は、落刀岡崎の地に、本国自備栄商人を解散に迎え堂を建立、秀デの宝号吉間サイン伝、高木指導依頼子寺にちなみ、事号を、吉政寺と名付け、秀デ一門の菩提寺とした。本堂裏の後見の墓所には、全盛殿がある。内部に秀デの首塚と、五輪刀、秀勝 秀康の墓が収められている。また、全盛殿の脇には、宗二の墓、秀デ一門の供養塔が建つ。日宗二をはじめとする、随流寺の歴代門跡のご墓所である。寺地は、神楽岡と黒谷の中間、両行院の西にあたる。丘陵上にあり、眼下に、吉田、正五院一帯と、遥かに支柱を望む。門には、妙恵山前聖寺。 豊臣秀次公、村雲随流次後墓所と、殺がかかる。天正二十年七月、豊臣秀吉の実施美衆は母を失い、その涙も乾かぬ九月、次男、豊臣秀勝が出陣中の朝鮮東東で、病没した。そして、三年後の文禄四年四月、三男、豊臣秀康が、療養先の戸塚湾温泉で崖から転落して、死んでしまったばかりか。 その年7月、長男秀次が、無本の剣儀をかけられ、高野さんに送られて、切腹、28歳の生涯を終えていた。この時、秀次が設けた、子女5人も、秀次の最小、子女34人と共に三条河原ので、残殺されるという悲劇が起こっている。また、友の夫三好敷坊もこの事件に連座して、上司の座を割れ、四国三きに入るされている。 一人残された友は仏門にわずか四年の間に三人の、我が子と五人の孫を失い、夫とも引き離された必修は、佐賀野に、吉政寺の前身となる、小さな世を結ぶ。密かに届けられた、秀寺の死休を、伊予の傍らに、埋葬、二層人の僧に頼んで供養を続けていたが、文禄五年本国寺の十六世妃佐賀商人に消えし得度している。随流寺。 吉政寺を建立慶長三年、御用税天皇より、京都今出川、村雲の地と落東岡崎に、合わせて、寺を仙国と随流院の陰謀が可視される。この時ともはなお随流院明英に地州と改め、廃領した村雲の地に、随流寺を建立して移り住んだ。そして、随流寺にもほど近い落東岡崎の地に、 佐賀のより秀治の首塚を移し、慶長五年本国寺の比叡商人を解散に迎え、自身の陰号と秀治の戒名から名付けた、明栄山前聖人を混流し、秀治とその県族の菩提寺とした。土俵三昧の予定こうして、友は、オリアルごとに、吉政寺を訪れて、 秀次一門の冥福を祈りつつ、熱心なホッケ僧侶として、余生を送り、寛永2年4月24日に弱した。三人の男子を早くに失い、その子の余命を授かったのか、あるいは仏門に帰した仏の徳を得られたのか、92歳という稀な天寿を、全うした。断輪というのは、現在の大学に相当するもので僧侶の学問所の、こと。 解説は、吉正寺が、現在の地に移って、四半世紀の地の加入元年、断林会期は、第四世剣寿院、日苑商人。地名をもって、東山断林と呼ばれ、明治初年の廃断に至るまでの間、実に七百四人の歴代を数えています。東山断林は、京都六断林の一つに数えられ、修復大いに起こり全国から、多くの構想が集まり、 また多くの学僧が寄宿し、勉学に励みました。花時には、都下の人々が群賛し、樹家に主演を開いて三回の句を、しばし忘れたと言われています。断輪における、授業内容は、文句五か前、原疑七か前、総じて持って十席三十席と定められており、一席でも、休むと進級できなかったよう。学費は、吉正地蔵の、 信頼霊銀の定によると、大仲間400銅、農家2両、元農1両、農師南2両を納めめる書きこと、外に師難銀80銅、妙見係1048銅を納め無書き字となっている。断輪の名称は近世に入ってから一般化したもので、中世後期までは、断書、学室、学問書などと呼ばれた。が、現時元年。 東山名勝図へ、木村明啓、川北正彦、著、松川康信ほか、より、大友録には、東西六十軒、南北七十五軒、五千百四つぼ、南千寺、一条殿、黒谷、ながら寺、西王子殿寺殿二次領ありと記されており、地域の規模を伺うことができます。完成元年頃の、東山真眉美林吉正寺小津では、敷地、表門、 半門、裏門、妙剣宮、万神堂、玄義講義書、文句講義書、首郎、玄能領、本堂、釈迦堂、客殿、玄関、書院、栗、食堂、大都領、くずや、胸像、ひで玉屋、石鎮、諸家領五胸、が描かれてる。西に表門を開き、その付近に、くずと、玄義講談所が廃される。石段を登って正面が本堂、 その西側に、釈迦堂が、いずれも南面にし、釈迦堂前に、首郎、本堂東に、共造、本堂背後に、廊下で、客殿、書院、栗、食堂に連絡する。北西に、玄能寮、北東に、陳寿妙賢舎がある。大都寮は北東にある。南東には、文句講義書と万神堂がある。諸家寮は、西辺に三棟、北辺に一棟。 東辺に一棟が廃される。秀デ病所、墓所は北辺にある。現在は、山道入り口に、団林時代の石踏みが確認できる。吉政時計台の本石堂には、慶長20年日後国、玉名郡中村の浜にて、漁師の網にかかり会中より出現した、釈迦近道座像が暗記されている。高さ一尺。深くさ現世承認筆の縁起分あり。 吉政寺は、村雲随流寺歴代門跡の墓所である。ありがとうございます。